アイルランド出身のクロスオーバースラッシュバンドである。2002年にイギリス、北、アイルランドで結成された。バンド名の由来はゲームの武器からとっている。実主制作で EP を出したり、ハードなスケジュール等で英国各地をツアーした甲斐もあってか、2005年頃にはイギリスで人気を博す。またこの時にリーダーのフィリーズバーンはしばしばシェフの服を着て、 ステージに現れたり、忍者タートルズという80年代のテレビ番組の主題曲をスラッシュメタル風にアレンジして演奏するなどユーモアな要素も多かった。2006年前半にヨーロッパのウィッチーズブルーからファーストアルバムサバイバルオブザファステストをリリース。その内容の多くはすでにライブで頻繁に演奏している曲の音源化や 契約前の EP 等の再レコーディングの曲が多数を占めた。2007年5月に EP、ゾンビブルー EP をリリース。当初は7ヶ月限定リリースだった。2007年9月にイヤーエ i クレコーズとの契約にサインをすると発表した。2008年にセカンドアルバム、シチズンブレーンをリリース。またこの時期から広範囲にヨーロッパをツアー用になり、 2009年夏には、バンドは、ヘルフェスト等の大型フェスにも多数出演し、またツアーの方も2009年前半にエクソダス、オーバーキルと共にヨーロッパツアーに出た。2009年、サードアルバム、テールズ・フロム・ザ・グレイブ・イン・スペースをリリース。2013年、シングル、テラースコープを発表した後、フォース、ザ・テラー・テープスをリリース。2015年、フィフスアルバム、 アンタッチャブル・グローリーをリリース。収録曲、忍者アンタッチャブルズの PV に、シホミエツコの女必殺剣シリーズや、千葉慎一の殺人剣シリーズなどの、日本の格闘アクション映画の名シーンを使っている。2019年11月に、ジャパニーズ・アサルト・フェスト19にて初来日公演。ありがとうございます。